しんちゃんもいない。もう年が明けまして2024年になってしまいましたが、あの2023年の10月に私たちコナファミリーはベトナムに1ヶ月住んでました。ほとんど撮影してたので、みんな見たものが私たちの生活のすべてに近いんですけど、その中でも、まあ、何個かトラブルがありました。なので今日はそれを紹介して思い出としてもう流そうと思います。あの物があるんですけど、それを早く捨てたいと思っているのでお話ししてさよならします。あの今日のためにとととと、そう、今日のために3ヶ月あの大事に取っておきました。 でもそれだけじゃないやろ。まあ、それだけじゃない。その他にも私たちの中で起こったトラブルをご紹介していきます。みんなも共感できる部分があったらあの教えてください。ってことで、まず1つ目はベトナムはさ、よくその食当たりが多いっていうやん、うん、食べ物ね、当たりやすいって。レストラン、ホテルの料理でさえも食当たりが起こる可能性があるって、うん、なんかレビューとかでね見たことあるんですよ。なので、まあ、1ヶ月生活するにあたっていつかは絶対食当たりを起こすであろうなって思いよったと、うん、それ専用の薬とかも日本で買ってきたんやけど、市場のものとかは本当に大丈夫そうなものだけ選んで買って、基本はスーパーで買い物して過ごしてたんですね、うん、で途中で一回ルイちゃんが熱が出ちゃったんですよ。ルイちゃんよく熱出るタイプだから、まあ、そこでお薬とかも持ってきてたんですけど、やっぱり食べ物食べないと栄養取れないから、その料理を私が作ろうと思ってベトナムのお粥を作ろうと思ったんですね。あの朝早く起きて近くのスーパーに行ってお粥の材料を買ってお粥を作りました。どれかどっちかな、これ。これも入れます。で、結構な量作った。ベトナムのお粥ってさ、大人も食べれるぐらい美味しいやん、うんうん、結構な量作ったんですけど、まあ、ルイちゃんは一口も食べなくて、で、私とリンちゃんとリンちゃんのママ3人で食べました。そしたら次の日みんな食当たりになりました。かなちゃん一番ひどかった。そう、私が一番ひどくてあの熱も出て、ああずっと寝込んでて、ああ朝起きた瞬間からすごいお腹がなんかゆるいって感じ、うん、痛いとかなくて気持ち悪いみたいな感じで、ずっとなんかトイレに何回も行く感じ でその日朝フォーを食べに行ったんですけど全然食べれなくて、帰ってきてからも何回もトイレ行って気分悪いってなりながらお薬飲んでも効かなくて、で結局夕方お昼過ぎぐらい熱が出て2日3日ぐらいその熱で大変やったね。大変やった。でルイちゃん自身はお粥を食べなかったからもうすぐ熱も回復して元気になったんですけど、私は熱が出て、りんちゃんもママももうなんかお腹気持ち悪いみたいな感じで、その日はご飯何も食べられずに苦しい思いをしました。なんかスーパーで買ったものなら安心安全って思いよったよね。私はダメやったね。ダメやったね。しかもお粥のさ、その少ない材料で当たるっていうのがさ、チャオが作ったよ。Mọi người hay comment ở dưới là mình cho Kanako đi ăn các cái đồ ngoài chợ như thế này mà ăn nhiều như thế này, ăn đồ vừa ăn đồ nóng mà vừa ăn đồ lạnh, ăn linh tinh như thế này kiểu gì cũng bị đau bụng. Nhưng ngược lại, ăn như thế mình với Kanako lại không có vấn đề gì. Mà hôm Kanako nấu được một nồi cháo gà, ăn xong thì cả nhà bị đau bụng luôn. Kanako thì bị lặng nhất. Kanachan là thay hẹt rồi nè. À, Ichiban nè. Ờ. Cắt ta sốc dài và nè. Ờ. でも、かなちゃんのチャオガーはなんか、体調を良くするために作った料理でまさか当たるとは思わなくて、ああ逆に体調悪くなったっていうね、トラブルがありました。じゃあ、2つ目、ニキビがやばかった。どっちも、うん、が、はい、こん、まっのえ、だいぶ、ロイ、もうメイクでも、カメラの補正機能
があるんですけど、それでも隠せないぐらい大きなニキビが毎日ね1個2個ずつできてたんですよ、うん、でもともとねベトナムに行く前からちょこっとちっちゃいなんかプツプツみたいなのがあのできてたんですよ、夏になって。で調子悪いなっていうのは感じてて、でベトナムに着いてからもうさらに大きいのが毎日もうおはようおはようって朝起きたら鏡見たら挨拶してくるぐらい毎日できてて、すごくショックだった。そのベトナムにいる時は結構写真とか YouTube とか撮ろうねって意気込んできたのに、自分たちの顔が悪すぎて、ね、まあ、コメントでも何個かあの肌悪くなったねみたいなコメント来てたんですけど、もう毎日できててショックでした。なんでかな、バイクね毎日外ブーブーしよったけんよかなマスク一応ねつけて、あのバイク乗る時はつけてたけど、家に帰ってきたらもう黒い点々がいっぱいついとった ね。空気は悪いかな、空気とバイクが多いから環境は悪い、まだ治りきれてないニキビがあるその後になって色が残っちゃって、まあそれはしょうがないとして、まあそれは車あったらね治るかもはい、3番目は最初に言ってたこちらです。はい、これ袋は全然関係ないんですけど、この中に例のものが入ってます。やばい久しぶりに見たけどやばいね、やばいね。これはね何かというと服です。で私たちがベトナムにいる間に着ていた服なんですけど、なんか洗濯するたんびに色がね変わっていって、最終的にはもう全く別の色になったね。よし、はい、お見せします。まず1着目がこちらです。カメラ越しだと白に見えるかな、はい、でも現物は、はい、灰色、もう灰色グレーです。でここになんかシミ、黒いシミもできてるし、ちゃんちゃんやろ、やばいね、後ろもやばいよ。りんちゃんの今着てる白と合わせてみて、 こっちが白ね、これはこれ衣装やったよね、うん、衣装やった衣装やった、うん、やばいやばい。これはねあのりんちゃんがね去年夏に誕生日プレゼントでいただいたものなんですけど、まあ、ベトナムで私まだ2回しか着てないよよねベトナムに持ってったら黒くなって帰ってきた。だからみんなベトナム人はホワイトに嫌いなんだ、うん、あ嫌いなここに分かりやすい白がある。残念やね、もうこれ着れないね、うん、なんであのね洗濯機はあの元々ついてたもの で、まあ、新品ではないんですけど、私が日本から持ってきた柔軟剤と洗濯洗剤を使ったんですよ。なのにこれどういうこと気にして日本の商品を持ってきたのに、結局ね、まあ、水の問題かあの洗濯機の問題か分からんけど、あの白い服全部こうなったと、うん、これはまず一つ目で、もう一着あります。もう一着は私のパジャマで、もともとこういう色ですよ、こういう色ね、うん、でもなんかあの茶色っぽくなりました。これやばいこれやばいねなんか泥の色みたいなやばい、ね、伝わるかな、ああ本当に実物だともう何色、これは茶色、これはピンクになりそうぐらいピンクと茶色の逆に可愛い、オレンジ、オレンジ茶色、え可愛い汚いよほら白い、可愛い、可愛いか次の夏も着ようかな。次ベトナム行ったら絶対ね、うん、白い服持って行っちゃダメ、うん、次ベトナム行くときは絶対白い服はもうタブーです。なんで？原因わかる方いますか？みんな白い服着ないわけじゃないやベトナム人、うん、こうなる？わからん、はい、ズボンも、はい、こちらですね色違いますね、色変わりました、もうびっくりした。これベトナムで洗濯するときにいい方法があれば教えてください皆さんね、うん、これはさすがにね嫌だよね、手洗いするしかなくなって、私今あの洗濯機のせいか、うん、あの水のせいかわからんね洗濯機も
ボロくて汚かったよ。私何回も掃除したよ。そう洗濯機汚かったね。あの5回ぐらい最初に洗いました、使う前に。でめっちゃね浮いてきてカビみたいなの、うん、で綺麗になるまでもう何回も回して洗って拭いて歯ブラシで、うん、ゴシゴシしたね。それでやっといい感じになったので使い始めて、でもこうなんだね、うん、実家におった時もさ洗濯したらさ白がちょっと薄く汚れよったよ。だけん、あ、実家のその洗濯機が悪いんかなって思った、うん、でもうちでもなくて、これお姉さんに貸してたんですけど、お姉さんがいた場所の洗濯機でこうだった。ホワイトはダメってことで、次はホワイト持っていかんように、うん、次はもう真っ黒黒スケでいこう、うん、全身黒い、全身黒白系は NG。 ちなみに次いつですか？で いける？チケット取ってない。チケット取ってない。今高いよ。30万ぐらい。は？本当に？おう、なんか誰か写真載って。え？30万ぐらい。それ値上げしすぎやろ。ね。一人で？うん、往復？多分15万以上。だって何ヶ月前に撮って10万ぐらいよ。うん。でもギリギリ撮ったらやばいよ。みんなベトナム旧正月大事だから。うん、帰れないね。しかも帰りたかった。るいちゃんは2歳になったっけ。うわ、 75% 取られるよ。前は 10% やけど、その代わり次は大変。一席使えるね。あーの、わからん。使えるかわからん。そう、使えんで 75% も払いたくないね。お膝の上ならね、荷物もなるかな。うん、わからん。あの、りんちゃんのおばあちゃんとねテト帰るって約束したのに、次のテッドで。来年のテッド。まあしょうがないね。今度はね、半年前ぐらいに予約せるチケット。そうね、まあ、ベトナムはね本当にいい思い出ばっかりですごく楽しかったんですけど、こういうトラブルもありましたということで今回ご紹介させていただきました。で、この黒くなった服たちは残念ながらさよならします。りんちゃんの誕生日プレゼント、ほわちゃんごめん。ほわちゃんごめん。かなちゃんばっかり着てたよ、私の服。なんでかわかる？ちなみに、なんでかわかる？ちなみによ、かなちゃんのわだ、かなちゃんは私の服ばっかり着てるから、みんなこの人たちはあの同じ服着てないみたいな。ファッションの趣味が、私はねこういう、今日はねちょっとエレガントな服やけど、普段はこういう服が好きなんですよ。あのちょっとスポーツとかあのメンズファッションみたいなのが好きでよく買ってるから、りんちゃんの服を私が着ても可愛いやんって思って着てます。なるほど、シェアシェア。しかも足のサイズも一緒だから靴もねシェアできちゃうんです。私大きくてほなかこほなほんらいやめもあげビルビーさんビルビーさんこらほんらいよ。Là lúc nào cũng nói là em mua quần áo cho anh đấy, nhưng mà cuối cùng thì toàn Kanako mặc thôi. Em mua cho anh cái này, em mua cho anh cái kia, nhưng mà mình chưa thấy mặc lần nào cả. Kanako toàn mặc thôi. Có lẽ hôm nay cứ nói gì để. Tuyệt đối 悪口. Mà, à, tôi sẽ chăn to, 翻訳します. あれよ. で、この服はね、リンちゃんが太ったので着れなかった。痩せます、はい、お願いします、はい、本当にベトナム1ヶ月間楽しかったです。またあの機会があれば Q&A とかでベトナム1ヶ月間の生活どうだったかとかお答えしていけたらなと思います。Nếu mọi người thấy video hay thì hãy like và subscribe để ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. Bye bye. もえもえキュン。今どこ。